流山有料道路流山有料道路は、千葉県流山市の常磐自動車道流山インターチェンジから千葉県道午後松戸の打線接続部に至る道路である。2015年に無料開放された。全長は 0.5km であり、日本一短い有料道路であった。流山 IC は地元要望により設置されたインターチェンジだが、 インターチェンジに接続するまでの連絡道路の整備は、税金だけでは財政的に難しいとの判断から、有料道路として整備された。このため、流れ山 IC を利用する場合は、必ず本路線を通行しなければならない。有料時代は、千葉県道路公社が管轄する、有料道路の中では最も年間交通量が多かった。利用者からは、短い道路であるにもかかわらず、 通行料金を取ることに対して不満の声が寄せられた。一方、東京方面からの利用者にとっては4 7トル先にある次の菓はインターチェンジ経由での利用と負担額の総計を比較した場合、東道路の通行料金を負担してもなお有利であった。なお、常磐道から降りる際の利用は通行料金が高速道路料金と合併徴収されるため、 有料道路の通行料金を払った認識のない運転手も多くいた。交通量は当初想定の1日1200台を上回って推移し、当初2022年の無料開放を計画していた千葉県は2014年12月、すでに建設費用を償還できたとして、無料化の関連議案を定例県議会に提出し、同月19日に可決された。これに伴い、 国土交通省の事業許可を経て2015年4月14日に無料開放された。道路管理者は、有料時代は千葉県道路公社だったが、無料化に伴い、千葉県東勝鹿土木事務所と流山市に変更されている。以下は無料化直前の料金である。ありがとうございます。